人の働き第41回「ヤコブの死とペテロの投獄」「使徒の働き12章」1節から17節その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したそれがユダヤ人の気に入ったのを見て次にはペテロをも捕らえにかかったそれは 種なしパンの祝いの時期であったヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたそれは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからであるこうしてペテロは牢に閉じ込められていた教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたところで ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており戸口には万兵たちが牢を監視していたすると突然主の御遣いが現れ光が牢を照らした御遣いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし急いで立ち上がりなさいと言ったすると鎖が彼の手から落ちたそして三遣いが 帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て見つかりについていった。彼には見つかりのしていることが現実のことだとはわからず幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の英書を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。 そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、ミツカイはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に帰って行った。今確かに分かった。主はミツカイを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母、 マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところが、ペテロの声だとわかると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだ、と言ったが、彼女は本当だと言い張った。 そこで彼らは「それは彼の見つかいだ」と言っていたしかしペテロは叩き続けていた彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたしかし彼は手振りで彼らを静かにさせ主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせたそれから「このことをヤコブと兄弟たちに知らせてください」と言って 他のところへ出て行った。はい、皆さん、おはようございます。<laughs> 今日のタイトルをご覧ください。使徒の働き四十一回。ヤコブの使徒、ペテロの投獄。使徒の働き十二章一節から十七節。今日はとっても長い箇所を読んでくださいました。ありがとうございました。今日の箇所は、もう読むだけでわかりますね。 ももうあえてて説明しななくいいいぐらいなんですでもまだ帰らないでください <laughs>、えー。物語がよく描写されておりますから読んだだけでわかるんですけども気づ,気づかない点について少し解説をして今日のメッセージとしたいと思います。ちょっとね祈りの不思議について考えてみたいんですね。私もクリスチャンになって もうすぐ、ね、50年近くなるんですねでも祈りについて分かったかっていうと分かったような気もするし分からないような気もする祈りについて教えてくださいっていうのが今の私の祈りです。で祈りの不思議っていうのはどういうことかっていうとまずね確実に言えるのは神様は私たちが祈ることを喜んでおられるということこれはどうですか合ってますか それ確認確認信しますか昔に、ね、あるところでビジネスマン向けのビジネスセミナーまあ聖書の原則で成功する10の秘訣みたいな話をしたんですね。で経営者の方がたくさん集まっておられてすごくいい雰囲気だったんです。であまりいい雰囲気になって最後にね一言お祈りをしてもいいですかって言ってお祈りしたんですビジネスセミナーで。だ集会が終わっててかららある方が来られまして 祈りの部分にすごく感動したってこの方はねアパレル関係の会社の社長さんでしたねすごい感動したってあそうですかって何に感動した祈りっていうのは空中に向かって大声で叫ぶことですかって言うんですね <laughs> 僕がそういうふうにや,言ったやったんでしょうね天皇とおさまとか言ってねすごくあの部分感動しましたっていやいや祈りっていうのは唯一の神に向かって語りかけることなんですよ それを神様が喜んでくださるんだって。そっから話をしてへえそうですか？という,ような話になったんですね。祈りは神様が喜んでくださる。祈りは聞かれますか？2番目祈りは聞かれる。みんな祈りが聞かれた経験があると思うんですね。じゃあ3番目に祈りが聞かれない場合もありますか？あります。 その祈りが聞かれない場合でも祈りの精神は聞かれてるんですだから結果的には「あ,あこれはこれでよかったんだ」というようなことがあるわけですね。そして4番目に「疑いながら祈ったことありますか信じますアーメンと言いながら言い終わった後で「無理だろうな」。 そういう場合でも聞かれることがあるわけです。これが不思議でしょうがないんですねで今日の最後のところはね疑いなながら祈ってるんんでですすのに聞かれちゃうんですそのことを今日はご一緒に学んでいきたいと思います。さあ文脈の確認ですが前回まででアンティオケ教会の成長の物語記録が一段落しました。 そして今日から12章に入りますが物語はエルサレムに再び戻ります。で12章はルカはなぜ書いたのかこれはルカの視点から言うとイスラエルがイエス様を拒否したイスラエルのメシア拒否がもう確定的なんだということを再確認するためにこの箇所を書いていますこれが大きな文脈です。 そしてイスラエルがメシアを拒否したということが再確認できたので次の13章から何が始まるかっていうと第一次伝道旅行が始まるんですつまり教会に対するユダヤ人の敵対というのが第一次伝道旅行の舞台を整えていくんです。 ユダヤ人たちが教会に対してどういう態度をとっていたかその流れを少し確認しましょう最初は教会ができた直後はとっても好意的だったんですキリストの弟子たちは周りの人たちから好意を持たれていたとあるわけですねところが風向きが変わった出来事はステパノの「殉教の死」です あの出来事をきっかけに激しい迫害が始まるその迫害の最先鋒急先鋒になった人はサウロでしたところがサウロが復活のキリストに出会って改心しますでサウロの改心以降教会に一時的な平和が訪れましたですから数年間の間教会は さしたる迫害もなく自由に伝道活動を行うことができたわけですその流れの中で違法人信者が教会に加えられてくるわけですそれが数が増してくるわけですさあユダヤ人にとって違法人と一緒に何かをするというのはこれは論外のことなんですですからイエスを信じる者たちが違法人信者と 仲良くして交わっているという姿はこれは許すことができないですからアントゲ教会で違法人信者が増えれば増えるほどユダヤ人の敵対心が増していくわけですそういう背景の中で今日取り上げているエルサレム教会に対する迫害が再び襲ってきたということなんですねしかしか今度はね。 迫害がどかから来ているかというのは今までと全く違う今度は政治権力からの迫害が始まりましたそして苦難に遭うのがヤコブとペテロですさあそこで今日のアウトラインをご覧ください1番から4番までありますはい1番「ヤコブの死」2番「ペテロの逮捕」3番「ペテロの解放」4番「教会の反応」この順番で「 お話を進めていいいきたいと思いますそして今日の結論を見てみましょう着地点ですねはいなぜヤコブは殺されペテロは解放されたのかこれを一緒に考えたいと思いますではもう一度アウトライン見てみましょうはい1番ヤコブの死2番ペテロの逮捕3番ペテロの解放4番教会の反応はいでは これから本論に入っていきますご準備よろしいでしょうかはいでは行きましょう。1番目がヤコブの詩ですね。一節二節ですがまず一節をご一緒に見てみましょう。「はいその頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし」とあります。はい その頃っとありますがいつもこういう言葉大事ですね、えー、物語を理解するためにこういう接続詞的な言葉っていうのはすごく大事ですねその頃どの頃でしょうどの頃ですかこれは前の文脈に遡らなければなりませんそれはアンティオケ教会が エルサレム教会への義援金を集めていた頃です。ちょうど年代的には紀元44年の過ぎ越しの祭りの頃でしょう。前回申し上げましたけれども、一番大きなこの基金が紀元46年にやってきているんです。ですからその前から準備を始めてますから、紀元44年の過ぎ越しの 祭りの頃ですさあヘロデオという名前が出てきますこれはクリスマスの時に幼子イエスを殺そうとしたあのヘロデオではありませんあのヘロデオのことを普通はヘロデ大王って言うんです体が大きかったという意味じゃないんです <laughs> ヘロデ・大王どうしてかっていうと彼は 偉大な建築家ななんです偉大な町を作り大きな建物を建て今もそれが残っているですからヘロデ大王と呼ばれるわけですね紀元前37年から紀元前4年まで彼は統治したユダヤの王ですじゃあここに出てくるヘロデ王っていうのは誰かというと ヘロデ大王の孫ですヘロデ大王の息子何名かおりますが一番有名なのがヘロデ・アンティパス。ヘロデ・アンティパスは紀元前4年から紀元39年まで地位についていた。しかし彼は王ではなかったんです。王というタイトルをもらうことができなかった。 彼のタイトルは「国主」というタイトルなんです。これガリラの国主ですからお父さんのヘロデ大王が所有していた領地の国主ということは4分の1という意味なんですね。テトラークっていうんですけどもテトラーク4分の1つまり部分的に統治を委ねられているだから王ではなくてタイトルは国主です。ルカ3章1節に 彼の名前が出てきます。ヘロデ・アンティパスというのは、バプテスマのヨハネの首を切ったあのヘロデです。そしてイエス様が、あの狐って言ったのが、このヘロデ・アンティパスです。顔が狐に似ているという意味ではありません。性格を言っているわけですね。そして、ここに出てくるヘロデというのが、ヘロデ大王の孫ですけど、名前が、 ヘロデ・アグリッパって言います紀元37年から44年まで彼は統治しました。ヘロ・デ・アグリッパで普通考えるとヘロ・デ・大王ヘロ・デ・アンティパスヘロ・デ・アグリッパとこう親子関係が続いているかのように思いますけれどもそうではなくてヘロ・デ・アグリッパのお父さんはヘロ・デ・アンティパスではない。 ヘロデ大王は大変残虐な人で最愛の妻マリアンメと2人の息子を殺してるんです。妻と息子を殺すっていうのはすごいことですね。でそのうちの2人の,2人の息子っていうのがアリストビュラスという名前とアレキサンデルという名前なんです。そしてこのヘロデ・アグリッパのお父さんがアリストビュラスです。 ですからこのヘロ・デ・アンティパスは大変不幸な幼少期を送っているわけですね。わずか56歳の頃にお父さんがおじいちゃんに殺されている。考えられますかお父さんがおじいちゃんに殺されている。じゃあ彼はどうやって育ったかっていうとローマに送られてローマで育つんですがその時にお友達になった男がいましてガイウスという名前の男とすごく親しくなるんです。 このガイウスが後にローマ皇帝カリギュラになるんです。これはあまり評判のよろしくない皇帝でありますが。ですからヘロデ・アグリッパはローマ皇帝カリギュラと信仰があったので王というタイトルをもらうことができたんです。ということはおじいちゃんのヘロデ大王の時に 王として統治をしていたのとほぼ同じ領地をこのヘロ・デ・アグリッパはいただくことができたですから彼は王なんですヘロ・デ・王なんですこの人はヘロ・デ・アグリッパ一世というんです普通はでもややこしいので一世という言葉は今省いています一世ということは二世がいるわけです それがヘロデ・大王から見ると非孫ですヘロデアグリッパ2世紀元44年から100年頃まで統治をしたこの孫のヘロデ・アグリッパ2世が登場するのが首都行伝26章パウロの裁判を行ってますねカイザリアでさあヘロデ家の家系をもう一度たどるとヘロデ・大王がいましたはいその次息子は誰でした ヘロデ・アンティパス孫がヘロデ・アグリッパひ孫がヘロデ・アグリッパ二世。こんな風になっているわけです。見事な家系です。どういう風うに見事かっていうと常に神に敵対している家系です。信仰のかけらもない。すごい家系です。さあ、このヘロデをヘロデ・アグリッパ1世は 政治的には非常に有能な人ですですからねあの王として任命を受けて領地が拡大していくんですあの実力を認められてですねそれでヘロデ大王と同じ領地を彼は統治するようになるわけですね今の言葉で言うと彼はポピュリストです政治的にはポピュリストという言葉は最近よく聞くでしょうポピュラーという言葉 から来てるわけですねどういう意味ですかねポピュリストっていうとどんなイメージパッと持ちますん間違ってもいいですか言ってください人からの人気を気にする人人からの気気をにするその通りですね人気取り政策をやる人ですで ヘロデアグリッパはは血統的にはイドマヤ人ですよヘロデ大王の頃からあの100%のユダヤ人じゃないユダヤ人の親戚みたいなものエドム人の流れですねですから彼が王として統治するためにはヘロデ大王と同じユダヤ人の関心を買う必要があったんですそのために例えば彼が着手した政策は首都をカイザリアから エルサレムに移したんですこれはユダヤ人を喜ばせるためですもう一つは当時一般のユダヤ人が教会に対して敵対心を持っているという環境が出来上がったとしたらヘロデは何を考えますユダヤ人を喜ばせるためにはどうしたらいい当然教会を迫害すればいいというポピュリスト的発想になっていくわけです そして彼はここに書いてある教会の中のある人々しかもトップクラスを苦しめようとしてその手を伸ばしとあります人たちの迫害に着手したわけです上をやっつければ大丈夫だという考えですねおそらくこれは彼が単独でやったというよりはサンヘドリンと共謀したんだと思いますサンヘドリンから見ると 死刑をを執行行するためにはローマまで行って許可をもらわなきゃいけないところがヘロデアグリッパがユダヤの王ですからもう王ですからローマまで行かなくても王が決裁すれば死刑を実行できるという大変便利な状態になっているわけですね。で人たちを攻撃するっていうのは教会を抹殺するための最後の手段です。 上からダメにししてていいけば組織が崩れてしまうということとこですねつまり王様を取りに行ったわけです将棋で言うとあるいは王様でなくても飛車角を取りに行ってるわけですこれ取っちゃえばもう戦いは終わるという感じですね。で人たちを苦しめるんですけど誰が狙われたのか2節見てみましょうはい「ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した」とあります。 十二使徒の中から選ばれたのがヨハネののお兄さんのヤコブでした福音書の中でイエス様の内弟子一番近い弟子が三人いるんですが覚えてますか名前はまず誰でしょうペテロそそれれかかららヤコブそれからヨハネつまりヤコブが狙われたのはイエス様の内弟子三人の中の一人だからでしょう。 まあ人の働きに入るとヤコブがそれほど単独で取り上げられるってことはないんです。ヤコブは十二使徒の一人として奉仕をしています。それはなぜかというと使徒の働きは前半がペテロが主役です。後半がパウロが主役です。そういうプランでルカは書いてますからですからヤコブに焦点を合わせることはないんですけどただヘロデ王はヤコブが重要な 人物であるいわば三本柱の一人だというようなことは知っていたんですねそれでヤコブに狙いを定めたわけです。どうやって殺したんですか剣で殺した。剣で殺すってのはどういうふうにするんでしょうちょっと手でやってみてください。 こうやってる人とこうやってる人でますこれはね首を切ったという意味なんです斬首刑ですねバプテスマのヨハネも同じだったでしょうまた14の10に出てきますで、ユダヤ人の死刑法っていうのはいろいろあるんですけども首を切る斬首が最も恵みに富んだものだって言うんです首を切られて恵みに富んでるってのは 不思議な感じがするんだけどユダヤ人の死刑の方法っていうのはそれ以外に何があったかと,いうと石打ちの刑それから火あぶりの刑それから公主刑なんてあるんですそれに並んで斬首刑があるんです皆さん4つから1つ選べたらどれ選ぶ一 <laughs> 打ちの刑火あぶりそれから公主刑どれも痛そうだよね。残首刑っていいううのははい、どうぞ 終わり。ということで死刑の方法としては一番優しい、まあ、受刑者に優しい方法というふうに考えられていたわけですね。ですからヤコブがここで首を切られた。ということはね実は重要なメッセージが何かというとヤコブはこれは冒徳罪ですよ廃墟の罪で死刑に処せられている。ですから イエスを信じるそしてイエスを広げるユダ,ユダヤ人が違法人と交流するこういったことはユダヤ教の視点から見ると冒と罪であるそれ故に死刑に処すというこういう論理展開が背後にあるわけですね。ちょっとねマルコの福音書3-17見てみましょう、はい。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの二人にはボアネルゲすなわち 雷の子という名をつけられたヤコブとヨハネはすぐカットするタイプだったんですヨハネもずいぶん変わったもんだね最後は何て呼ばない愛の人ってだから皆さんも変わる可能性ありますよイエス様がこの兄弟に雷の子という名前をつけたんですねでこの二人はねお母さんがシャシャリ出てね あなたが御いの位につく時にはうちの息子をね右大臣左大臣にお願いします」なんてことを言ってイエス様が「私が飲む杯を飲むことができるか?」「できます」なんてイエス様はそのあだ名をつけた時からまた「私が飲む杯を飲むことができるか?」と言われた時からもうこのことはご存知なんです。このことってのは、はい、さっきの首を切られる。 ね、剣でで殺されいるというのはご存知なんですで雷の子の中の兄ヤコブは十二使徒の中の最初の殉教者となった教会の最初の殉教者はステパノですが十二使徒の中のの中最初の殉教者はヤコブですそれに対して弟のヨハネは長寿を全うする唯一の使徒となった。ですからお兄さんがトップランナーで弟が最終ランナーなんです。 で長寿を全うするのは一人だけヨハネだけあと全部殉教の死を遂げますから、まあ、こういう物語があってこれ見るとねイエス様の観点からするとイエス様はこういうことを全部予測しておられるということが分かりますねでもヤコブは殺されたそれはポピュリストヘロデの手によって殺された背後にはサンヘドリンとの打ち合わせがあるんだろうこれがここまでのポイントです。 じゃあ次行きましょう。ペテロです2番目じゃあ3節からはいそれがユダヤ人の気に入ったのを見て次にはペテロをも捕らえにかかったそれは種なしパンの祝いの時期であった、はい、ユダヤ人たちはヤコブの死を喜んだんです、まあ、人の死を喜ぶっていうのはどういう神経でありましょうかこの箇所から分かるのはユダヤ人たちは教会に対して「 敵意を抱くようになっていたということですユダヤ人が喜んだのを見てヘロデ・アグリッパはあ,あこれはいい方法だなもっと喜ばせてあげようと思ったわけですそれで次は何を考えたのペテロを捕らえ殺そうと思ったわけですねでヘロデの立場からすると大義はあるんですよペテロは教会のリーダーであるにもかかわらず 違法人と親しくしくているこれはユダヤ教から見ると冒涜罪であるというようなことでそういう大義を掲げながらペテロを捉えるようにしたで目的はユダヤ人を喜ばせるためです自分つまり自分の統治が容易に行うことができるようにです。捉えた時期はいつですか種なしパンの弱いのい時時期期とあります捉えた時期は ともインパクトのある日を考えたんでですすね祭祭りりのの日あるいは祭りの時期ですただ祭りの最中だと人々の関心が祭りに行ってますから祭りが終わって要するに後の祭りと言われる段階になってもう空白が来てでもう何もないのかって言って思ってる時にいやいや今年はもう一つクライマックスお土産が用意されてんだよそれはペテロが 殺されるというお土産があるよという仕組みなんですね祭りの時期には各地から巡礼者のユダヤ人たちがエルサレムに集まってくる一番いい時期ですで、種なしパンの祝いでありますが種なしパンの祭りですけれどもこれは過ぎ越しの祭りとイコールですこの時代は特にルカは 種なしパンの祭りと杉越の祭りを同じ意味で使っています。本来杉越の祭りは1日です。種なしパンの祭りは7日間で合計8日間です。それをひっくるめて同じ名称で表現します。ですから8日間の祭りが終わった時にペテロが殺されるわけです。でこれは思い出してください。 イエス様の十字架は時期的にはいつでした杉越の祭りの時にイエス様は殺されたね。ペテロは今同じ祭りの時に逮捕され殺されようとしているんです。ここにペテロがイエスの受難と同じ道を歩もうとしているというメッセージが隠されていることを見落としてはなりません。イエスに従う者は信仰のゆえに イエスが通過された苦しみを通過するように召されているんですですから神を信じたらすべてがうまくいくという教えは聖書的ではないということがわかります神を信じたがゆえにキリストに従っているがゆえにこの世から受ける数々の理不尽な迫害や無理解や攻撃があることを私たちは想定しなければなりません 今も世界の各地において命がけでなければ信仰を維持できない人たちがたくさんいるということも忘れてはなりません。ペテロはまさに投獄されこれ3回目の盗獄なんです。殺されようとしているイエスが生まれた道を十字架の道を彼も歩もうとしている3回目って言いましたが1回目の投獄が4章3節、2回目が5章18節でした。 さあ4節いきましょう、はい、ヘロではペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたそれは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである、はい、ここでは杉越の祭りという言葉を使っています種なしパンの祭りと同じ意味ですね祭りが終わってから引き出すんだ引き出してどうするの殺すんだ ということですね。この牢ですけども、これは神殿のすぐ北側のアントニア要塞という要塞があるんです。その中にある牢です。ヘロデアグリッパは祭りの間、エルサレムに滞在していたんです。で、彼はペテロを監視するのに、これ非常に厳重な監視体制を敷いてますね。 ここまでする必要があったのかそれは過去に起こった奇跡的な解放のことを彼は知ってるんです使徒っていうのは捉えててもなんか超自然的に出ていっちゃうとそこから教訓を学んでいるわけで今回ばかりは許さんぞということですね何人の兵士を配置したんですかまあ二種類の答えがありましたね この通り文章を読んでる人と計算して16人って言ってる人といいますか、まあ、16人です4人1組で4組で16人ですねこれはこの体勢は日が昇ってる時だけ晩してるんですか24時間そうですねありがとうございます24時間体勢で監視してるじゃあ24時間を4組で監視したら1組の 担6時間交代で4人が監視する状態を作ったわけです。しかもこの4人あとで分かるんだけどこの4人の中の2人は牢の中に入ってペテロと一緒に寝てるんです。で兵士の手とペテロの手が鎖でつながれていてで2人が両脇にいて寝てるわけです。 あと2人は外で監視している。これ物理的には逃れる可能性は全くないですよしかも兵士たちはペテロが逃げたら殺されるわけですから兵士自身がまあかわいそうにね次回学びますけど彼は殺されてますよ気の毒にそして杉越の祭りが終わると同時につまり8日間が過ぎたら同時に ペテロの処刑が行われる予定。ペテロに残されている時間は多いですか少ないですか少ないヤコブが殺された直後なんだからペテロもまたヤコブのように殺されるに違いないと誰もが思っていたその時に教会はどうしますか5節。はいこうしてペテロは 牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。文章が2つあります、この説には。明確な対比があります。ペテロはどうなっていました牢に閉じ込められていた。ペテロは縛られていたんです。教会はどうしてました神に熱心に祈り続けていた。 ここにある対比というのは何かというとペテロは縛られていたしかし祈りは縛られていないこれがここでのレッスンですね私たちもさまざまな状況で束縛を感じたり縛りを感じたりすることがあるけれども信仰は何者によっても縛られることがない私たちが神に捧げる祈りは 決して縛られることのないものだということです。キリストにある神の愛から私たちを切り離すものはない。地上の何者も私たちを縛ることはできない。魂の自由、信仰の自由、祈りの自由を私たちは常に神からいただいている。教会はここでその自由を発揮しているわけです。アメン 次ペテロの解放を見てみましょう6節。はいところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており戸口には万兵たちが牢を監視していた、はい、この状況目の前に浮かびますでしょうかこれは祭りの8日目ですよねあの 夜が明けるとペテロが引き出されるわけですね。最後の夜の出来事ですね。ペテロという人は面白いね。この人はなんでこんなに安眠できるんでしょうかね。彼には睡眠導入剤必要じゃないんですよ。これね、マイスリーなんて全然必要ないんです。しかも二人の 兵士と手を鎖でつながれてその間で寝ているわけですねで廊の外には坂兵が2人監視している状態ですねでペテロはヤコブが殉教の死を遂げたことを知っていて次は自分だというのは分かっていて安眠してるんですね皆さんこのような安眠体験ありますか なんで安眠できたんでしょうかどうして信仰によってどういう信仰ですか死んだらイエス様の音に行けるから,ら,るからそれも幸いだと思ってるわけねいい答えですね <laughs> はいあの ヨハネの福音書21章18から19見てみましょう。はい「まことにまことにあなたに告げます」「あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました」「しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます」これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して「 言われたことであったこうお話になってからペテロに言われた「私に従いなさい」ペテロはイエス様のこの言葉を覚えていたんですよペテロが死ぬタイミングはいつですかさっきの聖クに戻ってくる。いつ死ぬの彼はしかし年を取ると死ぬんだよね年を取るとペテロは俺はまだ年取ってないから大丈夫だ ヘロデオが自分を殺すことなんかできないまだ働き盛りだもんね安心して寝てるわけですね実際ペテロが晩年になるまでに約まだ20年ありますだからペテロが死ぬまではまだ20年あるというとですね私にはもっと長い時間が残されておりますアメン そうやって安眠して安しいたわけですね。すると何か怒ったわけです7節8節。はいこっからねちょっとおかしくてしょうがないんでもう話す前からはいすると突然主の使いが現れ光が牢を照らした御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし急いで立ち上がりなさいと言ったすると鎖が彼の手から落ちたそして御使いがが 帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにしたすると上着を着て私についてきなさいと言ったここから松竹新喜劇が始まりますもうルカはねこれ面白がって書いてますよでないとこんなにね丁寧に書かないもんこれ神学的な意味があるのかどうかっていうとほとんどないよね Please enjoy it という感じですよ 天使が社会なグローリーと共に現れたんです。普通だったら目が覚めるじゃないうわーっと言って。ところが万平たちもペテロも寝てるわけです。だから天使はどうしなきゃいけなかったの脇腹を叩いて蹴っ飛ばしたね。蹴っ飛ばしたね。叩いたの。脇腹に触れてた。叩いてって。それで起こしたわけね。で、次々に天使が 短い文章で指示を出してるんだけどこう、こういうペテロの状態はね、大阪弁ではね、どんくさいって言うんです。ほんまにどんくさい、これ。どうしてかって、天使見て、はい、立って立って、早く立って、それから、はい、帯を締めて、あちょっち靴履いて、上着着て、なんでいちいち言わなきゃいけないので、私についてきて、これ、子供に言ってるようなもんでしょう。 どうしてかっていうとペテロはねこの時にね夢を見てるような気持ちになってるわけですね9節10節はいそこで外に出て見つかりについていった彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず幻を見ているのだと思われた彼らが第1第2の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いたそこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと 見つかりはたちまち彼を離れたペテロは夢でも見ているような気持ちだったんですねで天使に導かれてまるで無有病者のように第一第二の永を通りこれは万平がいる場所ですねそして通りに面している最後の門が鉄の門と言われているこの門が自然に開いたんですそしてそのままついていってある通りに出た途端に天使がいなくなって 天使がいなくなって、次、ペテロどうしたか、重一節はい。はい。その時、ペテロは我に帰っていった。今、確かに分かった。主は見ついを使わして、ヘロデの手から、また、ユダヤ人たちが待ち構えていた、すべての災いから、私を救い出してくださったのだ。気がつくのが遅すぎるわ <laughs>。消えてから我に帰ったって。何が分かったか。 天使は主から使わされたんだ私を救うためにそれからユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いって何なのかこれは祭りが終わったらこんな面白いことは起こるぞと言って期待して待ってるわけですねつまりペテロの処刑のことですよそれから私を救い出してくださったペテロが解放されたっていうのはヘロデ王にとっても ユダヤ人ににとっっってても大きなな打撃になったんですすね。ね。次、教会は祈ってます、ね、ペテロは逃げなきゃいけないんだけど教会に知らせなかったら教会はいつまでも祈り続けるでしょうだから教会に報告に行かなきゃいけないペテロが行った時にその家は空っぽで誰も祈ってなかったったら <laughs> がっかりだねそんなことありえないね はい、教会の反応を見てみましこうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったそこには大勢の人が集まって祈っていたよかったねはい <laughs> 彼が入り口の戸をたたくとロザという女中が応対に出てきたところがペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。はい、場面は変わりますが、松竹新喜劇はまだ続きます。ここもルカは楽しみながら書いてますね。さあ、ペテロは兄弟たちに自分が解放されたことを告げるためにある場所に行ったんです。その場所がどこですか。マルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家です。 まあ、ルカは素晴らしいですね。ここでちゃんとマルコを紹介してるんです。マルコは次に第一次電動旅行の時に登場する重要な人物なんで,すで、ここでこっそり紹介してます。マルコはギリシャ名でマルコス、ヘブル名でヨハネ、ヨハナンと言いますね。マルコスとヨハナ。そのお母さんが持ってる家です。ささあお母さんは 裕福ででしししょょううか。貧しいでしょうか。貧いどうしてわかるんですか大きな家を持っているさらに少なくとも召使いが一人はいるんです裕福な印です旦那はどうしてるんでしょうか出てこないねおそらく未亡人家父だと思いますねですから裕福な家父ですでこの家は最後の晩餐の席となった場所です ですから当時のエルサレム教会ではいろんなところで集会していてそれが家の教会というわけですがエルサレム教会で最も重要な集会所でしょうペテロは迷うことなくそこに行ったんですそこは一番たくさんの人が集まって熱心に祈っている場所だっていうのはもう分かっているわけです大勢の信者がペテロのために祈っていた時間はこれはまだ暗い 時間夜明け前ですね。ということはその時間にも祈ってるっていうのはこういうのを何祈祷会っていうんですか徹夜祈祷会徹夜祈祷会僕らも呼び名だけは知ってます。これ徹夜祈祷会やってるわけで,すよでこの家の場所ですけどね裕福な場所これは。 エルサレムにもお金持ちの人が住む場所と庶民が住む場所と分かれていたんです例えば東京で上品な人が住む場所は何て言いますか山の手庶民が住む場所は下町って言うんですよそうなんですアパーシティとローアーシティと分かれているで山の手の方は家が大きくて 住んでるのは貴族妻子たちですですからそこに家を持ってるということはおそらくマルコの家系はレビ族で祭司の家系であったということが想定されますそのお金持ちの地区にある家に行ったわけですねでペテロはそこに行って何をしました入り口の音を叩いたどん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 叩いたわけですね 中ではもう一生懸命祈ってますからその音を聞き分けた人がいました誰ですかロダという女中ですねが応対に出てきたわけですねこれロダっていう名前なくったって物語には全然関係ないでしょルカ書いてるんですね面白がって書いてるこの話はねロダっていう人も関係してんだあのロダっていう女中ねかわいい女中だよね面白いよね という感じで書いてますねロダという女中彼女はこの出来事の上に聖書に名を留める女性になった <laughs> 素晴らしいですねヘマをしてるから聖書に名前が残ったという不思議な女性でありますねで出て行ってペテロの声だと分かった声だけでわかるのかなペテロだ。声だけで誰の声だっての分かりますか 普通分かるよね特徴的ペテロの声って弱,弱々しいですか大きな声ですかどっちだと思います何で分かるんですかえガリラヤで漁師をしてたのに弱々しい声だと漁師できないよねわーって叫びながら向こうの船呼びかけるわけですから「からペテロだー!」って言ったわけですね。 なんで開けてあげないの <laughs> これがね不思議でしょうがない開けない理由が書いてあるねどうして喜びのあまり皆さん喜びのあまりなんかとんでもない失敗したってことありますか僕あるよマックに勤めた頃ね当時まだねボーナスはキャッシュでくれてたのこんな分厚いなんそんな分厚くないけど 普段は手にしないようなものを封筒に入れてもらってそれを手提げカバンに入れて喜んでるわけすごくもうボーナスだから小田急線に乗って千歳船橋で降りるんだけど網棚にバッグを置いたまま忘れて降りたんですよで家に着く前に気がついたんです喜びのあまり忘れちゃったまあ大変でした結論言うと戻ってきました駅に行って。 お願いして数駅先で見つけてもらってでそこまで行って取り返しましたまあホッとしましたね喜,喜びのあまり判断ができないというようなことはあるわけですね戸を開けもしないで奥へ駆け込みペテロが門の外に立っていることを皆に知らせたとありますねその間ペテロはどうしてるの え外でまだ叩きつく相当手が痛かったと思いますよ右手を左手に変えたりね時には頭でやったかもしれないですね <laughs> 松竹新喜劇はまだ続くんですよその知らせを聞いた人はそれは良かったって祈ってるんだもん次はい彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったは「あなたは気が狂っているのだ」と言ったら彼女は「 本当だと言い張ったそこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていたしかしペテロは叩き続けていた彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた祈ってたんでしょう ににわかには信じなないんですなんて言ったかロダに失礼だよあなたは気が変になってるいうんですねでロダが言い張るもんだから最後はそれは彼の見つかりだよつまり守護天使です当時のユダヤ人たちは一人一人に守護天使がついているその守護天使が姿を現すときに守ってる人とそっくりな形で現れるこれ当時のユダヤ人の信仰なんです。だから ペテロがが出てくるはずがない。守護天使が知らせに来たんだだからペテロに似ているんだと彼らは理屈をつけたわけですねつまり彼らは祈っていながらある種の疑いを持ってるわけです。「神様必ずあなたが働いてくだされば解放されます」「でもヤコブの場合は違ったから違うかもしれないな」というふうに疑いながら祈っていたわけですね。 さらに祈りがこんなに急に聞かれるはずがないとも思っているわけですね。でこれを見ると私たちはこの人たちを笑い時には批判的な目で見るかもしれませんがでもそれは全く読み方を間違っています。この人たちを笑っている時に実は僕らはとても健康なんです自分のことを笑っているんだから私もそうだなというふうに笑っているわけですね。どうですか私たたちもまた 不信仰を宿す信仰者はないですか信じてるかって言われたら信じてるって体を張ってでも言えるよ。けれども本当に信じてるのか100%かって言ったらどっかに不信仰がある。疑いながら祈るもんじゃないですか。祈ってて全部信じて祈ってるかというとどっかでやっぱり駄目ですよねと言いながら祈ってる。 つまり私たちの祈りはアクセルを踏みながら同時にブレーキを踏んでいるような祈りですね。僕らがここで注目すべきは彼らを批判するのではない神の恵みに感謝すべきです。つまり神はそのような不完全な祈りさえも聞いてご自分の技を行う方であるということです。こここに祈祈りり、りのの神秘ががあありり素晴らしさがあるる、んでです。まあ、中でこうやってて言い続けているでルカは、 ちゃんと忘れないいで書いてるしかしペテロはどうしたの叩き続けていたもう笑,い笑えちゃうねこれはね普通叩いていて全然出てこないと叩き方どうなるどん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 強くなって周り近隣に音が聞こえるようになるでしょだって予約前の時間だもんね。 そしてこの家がある場所はどこだって言った僕上町で周りには最子階級の人が住んでいるつまりサドカイ派ですサドカイ派っていうと教会を敵視してるだからペテロと同じ信仰を持ってる人たちが動かないでペテロが大声を上げている時間にサドカイ派の人たちはそれを聞いてるわけですこれはルカが皮肉で書いてますよ信者が行動を起こさないのは 皮肉ななこことです危険な人たちに物音が聞こえていくしかしついに彼らは「門を開けた」するとペテロがいたんで「非常に驚いた」でペテロを中に入れますよね17節、はい。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。 それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行ったはい。家の中に入ったんですがペテロはどうやって彼らを沈めました手振りで手振りでもうワイワイガヤガヤになってるんですそれ以上の声出してもねダメなんですこういう時は静かにね手振りで沈めるちょっとやってみてくださいどう,どうすればいいですか そうだねはい、ありがとうございます私も落ち着きました今で落ち着かせてから主による救出劇について話し聞かせたわけです最後にこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいこのヤコブは死んだヤコブではない死んだ人に出会って知らせるこのヤコブは主イエスの肉の弟のヤコブ当時 弟のヤコブはエルサレム教会の指導者になっていたようですねこれでわかりますねそして他の主だった兄弟たちにも知らせてくださいそして彼はどこへ行った他のところへ出て行ったつまりエルサレムを去ったんですねあの危険から逃れるためにねどこ行ったのかわかりません考えられるのは一つは小アジアです第一ペテロ一章の一節に小アジアの地区の名前が出てきます あるいはガラテア2の11を見るとシリアのアンテオケアンテオ教会にも行ってるんですあるいはまちまち村ラを巡る巡回伝道を始めたのかもしれないですわからないでもエルサレムから逃れたこれ以降ですねだんだん主役はパウロに移っていきますさあ結論です今日問わなきゃいけないのはなぜ ヤコブは殺されペテロは解放されたのか今日2つ言います1番目はい読んでください人間的には答えはない分かりません私たち人間にはこれが最善だこうなるといいというプランがあるんですですからペテロが助かったんだから 神様はヤコブも助けることができるのになぜやらないのかというこういう疑問は突き詰めていくと最後は神様を批判する言葉になってくるんですよくありませんか神が愛ならなぜこんなことが起こるというような言い方神が愛ならどうして天才が起こるのか。 悲劇が起こるのかという言い方ですねしかしね長い間牧師をしているといろんな方の死に直面しますねいろんな方の死を目撃しますねそして死に関する不思議を感じないわけにはいきません本当にわからないですね若くして死んだ人は何人もいますある時は大変感動したのはお母さんが 二十歳過ぎの娘さんの棺に手を置いてで娘さんの顔を見ながらねお祈りをされたんです「神様この娘を与えこの娘と二十数年間共に生きることを許してくださったことを感謝します」「主の皆をたたえます」ってもう正直感動しましたねその時はねそのように若くして死ぬ人がいる。 神様は間違ってこの人を取られたんじゃないかと思うようなことがあるところが間違っている人を長く置いとく場合もあるんです <laughs> ある人は若くして死にある人は長生きするしかも信仰に関係ないんですこれがわからない僕はあのこのメッセージを用意している時に 一人の牧師のことを思い出したんですが感謝を込めて皆さんに紹介したいと思いますが高木啓太という牧師がおられましたスイッタ聖書福音教会の創立者なんですね大阪のスイタですね彼は1942年生まれ僕より5歳年上ですね亡くなったのは2001年12月ですということは59歳で亡くなってるんです来年還暦というときに 亡くなってるんです彼は日本におけるディスペンセーション主義ディスペンセーション神学のリーダーであり中心的人物として大いに用いられた方です私がまだ若かった頃あの高木先生とはよく交わりがありましたテレビにも出ていただきましたである時電動車協力会の政界があって同じ部屋に泊まったんですね 二段ベッドで左右にあって4人一部屋でした私は自分がかけていたメガネをベッドのそばに置いてそれが落ちちゃっていくら探しても見つからないんですそれでメガネなくした見つからないもう諦めかけていたんですただから高木啓太先生がメガネどこに置いたのここですそれが見えなくなったんだねじゃああるよ絶対ある ここここでなくななったんだからにここにあるに違いないって。すごく論理的な先生だなと思ったんです <laughs> 彼はそういうなんていうか自然法則を信じてるわけですねここにあったんだからここにあるよってで全部ひっくり返してねベッドまで動かしてね見つけてくれたんですねいや単純だけど理屈にあったことを考えるというのはパワフルだなと思って。 僕の眼鏡にあったんですねそれ以来ですごい親しくなってで今思うんですねあの先生が今も生きていたら一緒にね日本におけるディスペンセーション主義の確立のために協力できたなどんなにたくさん教えてもらえたかなあの高木先生はダラス神学校卒業ですからね僕はトリニティですから ですからトリニティはディスペンセーションそのものを教えている学校ではないんです。高木先生から本を紹介してもらったり、たくさん学べたらいいな、でも59歳で亡くなった。私が恵比寿でこういう定例の集会をするようになったのが50代後半から60、60歳の10年間が身をつけているわけですね。先生はその年代の前に亡くなったんです。なんでですか 神様は何でですか分からない本当に分かりませんだから2番目神の視点から見るしかない神は時には不可解に見えるような方法で働かれるんです昨日ある方と食事をしながら交わりをしておりました私はその方に関して「 彼は非常にに謙遜な方でですすいう,ふうに褒めたんですね本当にそう思っているからそしたら彼がこう言いましたねある家族問題でとっても苦しいところを通過しておられたんですがその苦しさがあったから謙遜になったっていうんですねそこにねきらりと光る真理がありますね「神の性質は不変です神は常に愛であり義であり聖ですしかし神は 人間が考える「最善」には縛られていないということですだから人生の謎に直面した時に私たちは最後どこに行くのか神の主権を認める神は主権者でありそしてすべてを最善に導かれることを信じるここに私たちは着地するんです祈りましょうしかし 祈りの答えは神の主権によって与えられる最善の神の計画であるということを認めようではありませんかこのクリスマスの時期私たちの目を今も生きておられるイエス様に向けましょうお祈りします天の父なる神様あなたは最善を行われるお方ですあなたのご性質は不変です しかしあなたは私たちが考える最善のプランには縛られていません。それゆえあなたの行われることを認め受け入れあなたと共に歩むことを心から願います。どうぞ我ら一人一人に励ましの手を伸ばしてください。主イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメンご一緒に祈りましょう。